はーい、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。今どんなお時間に聞いてますか？それでは今回も早速やっていきましょう。今回は3月30日土曜日に収録しております。では早速やっていきましょう。大山悦和の気まぐれトーキングワールドスタートです。はい、皆さんお久しぶりでございます。前回のね、更新が3月21日だったところから、3月30日ということで、9日ぶりの更新となっております。いやー、皆様いかがお過ごしでしょうか。本当ね、暑かったり寒かったり雨が降ったりでね、天候も変わりやすく体調も崩しやすい、そんな日々が続いておりましたが、ようやく3月30日本日はですね、お日柄もよく、そして帝国劇場での、千秋楽をね迎える日ということでございます。そんな日に収録をしているわけなんですね。はい。そしてまあこのね、ラジオを更新する頃には、帝国劇場ね、ソワレ公演も終えて、もう無事にね、みんなが、公演を終えている頃かと思います。はい。まあもしかしたらね、終える前にアップロードされているかもしれませんが。はい。ではですね、早速今日の、トークテーマからご紹介していただきましょう。まず一つ目、帝国劇場千秋楽を終えて、そして2つ目お便り感想回答で、3つ目気まぐれトーク、この3つでお送りしていきたいと思いますので、ぜひぜひゆっくりと、ね、お茶でもすすったりお酒でも飲みながら、聞いていただけたらと思います。ではまず早速ですね、帝国劇場千秋楽を終えてからお話ししていきましょう。レッツゴー。はい、ということでですね、まあ、帝国劇場ではね、千秋楽を終えて何を思うのかね。はい、まあ先に言っておくと、そんなになんか深い話はしませんまあ何がね面白かったかっていうと、やっぱりこう新キャストがね、続々誕生したのがね、なんかこう面白かったですね。しかも今回ゲネプロで、私自身もですね、この千と千尋の神隠しというね作品をようやく、正面から、客席側からですね見ることができて、あ、こういう風になってるのかとか、あ、ここってこういう、なんだろう、演出になってるんだってね、やっぱりこう客席で見ててね気づくこととかも多々ありまして、でやっぱりこう自分がやってる役、でこの作品の中でどのような存在なのだろうか、どういう役割をしているのだろうかっていうのを、やっぱりこう客観的に見ることによって、あ、こういうこのシーンでは、例えば春日様であったら、あ、春日様ってやっぱりこうね、ふんわり軽く揺れてたりとかするんですけど、例えば番台と言われるね、千尋がね、何ですっけ、赤い札ね、薬湯の札をね取りに行ってね、リンさんから薬湯の札を取ってこいって言われたんですけどってね、ああいうシーンとかもやっぱりいろんな神様とかね、従業員の人たちがこうわちゃわちゃしてる中で、春日様だけこう揺れてるじゃないですか、揺れてふわふわしてるんですけど、まあああいうのを見ると、いろんな世界観の人たち、やっぱり人間社会ってなると、みんなこうせかせかと歩いて、お辞儀し、あ、どうもね、本日はね御社に、御社にね、ご指名いただきましてありがとうございますね、なんかよくわかんないですけど、そういうなんかご挨拶とかね、いらっしゃいませみたいな感じでね、人がね、基本みんな同じこう速度感とか、同じ二足歩行で同じような動きをしてるわけじゃないですか。まあその中でもやっぱりこう春日様っていうのはね、こうふわーっとね、一人だけこう違う世界観で佇んで、その万代のね、シーンにいることによって、なんかいろんな世界の人たち、いろんな神様ね、いろんな世界の世界観というか、まあ、いろんな神様たちが、集まってるんだなっていうね、こう雰囲気とかね、印象を作るのに一役買ってるんだなって思ったら、だから春日様ってしっかりこの浮遊感とかふんわり感とか、そういうのをしっかり出すことがあそこでは、求められる役割なのかなって思えたりとか、あとはそうですね、まあ私がね今回、担当させていただきました、あれ中白竜って言われるね、白竜をねこう持ってブワーっとこう、なんだろう、この何て言うんですかね、舞台上を走り回るわけなんですけど、まあ、あれとかもやっぱりあそこでどういうこう印象付けだったりとか、ここでどう見せたらお客さんにはこうその白の優雅さとか
力強さとかそういったものが捉えられるのか、お伝えできるのかなとか、その片白って言われてね、あのこうゼニーバの手先みたいなね、ブワーって白い手先みたいな片白っていうねとのこう戦いのシーンとかも、じゃああの1幕と2幕の中ハグリはどういう風なこう雰囲気とか、どういう風な、うん、息遣いとか、うん、そこをどういう風にこう変えたら、お客さんにこの危機あの切迫感とかそういったものをお伝えできるのかなっていうのはね、あのやっぱりこう客席から見ることによって、ね、うん、分かると。そうすることでやっぱりじゃあ、自分がね実際やるときもここはもうちょっとこうしてみようかなとか、うん、そういったのをねよく考えるきっかけになりましたね。うん、でそしてあの本当にねあの今回こうキャストもたくさん出演して、で、まあ稽古からねすごい大変な中やってきたわけなんですけど、まあ個人的にはですねキャストだけじゃなくてね、あのもうスタッフさんもうめちゃくちゃ頑張ってくださったな、頑張ってくださったっていうとね、こうちょっと上から目線な感じもするんですけど、本当にねあの尽力してくださってありがたいなって思いましたね。うん、やっぱりこうあのメインさんね、あのキャラクターさんたちあのだけがこう変わるんだったら、まあ、そんなに多分負担ってないと思うんですね。でも今回のこう、千と千尋ってアンサンブルも全員変わるわけですね。だから多分普通のっていうかあの一般的な作品って、まあ、メインさんとかが変わったとしたら、まあ、1日で 4,5 人変わるとしても変わったとするじゃないですか。まあ、それぐらいだったらまだこうね、例えばいろいろそんなに変更しなくていいんですけど、これがじゃあもうアンサンブルも全員ってなると一度に30人近くの人たちが入れ替わるんで、ってなるとその音響さんにしても衣装さんにしてももうその床山さんにしてももうみんながああじゃあ次はあの人はあれだこれだからああだからどうだからこれはこうしなきゃみたいなことをもうひたすら毎日のようにね、変更してくださったりとか、うん、とかそのね、うん、そういったところでいや本当にね、で我々ってこう言うてこう別の班が出演してるときはお休みできるわけですね。うん、まあ、今回その帝国劇場の場合は、まあ、あの本番やりながら、稽古もするっていう感じで、結局本番出てなくても稽古してるみたいなことが多々あったんですけど、まあ、それでも休みをもらえたりとか、まあ、あの午前中お休みとかっていうのがあったんで、比較的こうなんだろう体力回復に努めることができたんですけど、例えばオーケストラの方とか、まあ、その他のスタッフさんたちってもうひたすらもうあの常にやってるし、稽古の時も、休演日とかに稽古をしてたこともあったんですけど、その休演日も、来て、実際に演奏したりとか、まあ、あの衣装とか、音響とか照明とか全部スタンバイしてみたいなことをやってたんで、いや本当にね個人的にはキャストも頑張ったけど、もうスタッフさんの頑張りにすごい支えられた。もう裏のね、スタッフさん、皆さんの尽力があってね、今回無事に行ったんじゃないかと個人的には思っております。ね。まあ、出演者も皆さんね、そうかいろいろ、こう、お互いに協力し合って、うまくできたんじゃないかなと思ってるんですけど、本当にね、スタッフさんに感謝した舞台でございました。はい。まあ、これからね、それぞれ、ロンドンに行くメンバー、そして、国内を回るメンバーでね、うん、2班に分かれて進行していきますので、まあ、これからさらにですね、より良い舞台が、カンパニー一同、ね、キャスト、スタッフ含めてですね、皆さんでお送りできるように頑張っていきたいと思ってますね。ぜひぜひお楽しみいただけたらと思います。ね、いやちょっと帝国劇場見て、ね、もう一回見たいなーってなってる人はね、ぜひ、この、概要欄にですね、私のチケット受付リンクございますので、そちらからですね、ご連絡いただけたら、こちらでね、嬉しいなと思っております。さあ、そんなこんなでね、では次のトピックに行ってみましょう。続いてはですね、お便り感想回答いきましょう。レッツゴー。はい、今回ね、嬉しいことに、お便りとか感想がね届いておりましたので、そちらを、ご紹介していきたいと思います。こちらがねちょっと長くなりそうだったので、はい。で今回ですね、投稿箱、匿名投稿箱に投稿されているものは全部ご紹介するんですけど、オフィシャルラインチケットの方にお送りされたのはもしかしたら私送ったんですけど紹介されてないんですけどっていう方、まあ、いらっしゃるかと思うんですけど、一応目は通してるんですけど、いろんなね、チケット連絡とかしてるんで、ちょっと紹介に
漏れてしまってるっていうパターンもあると思いますね。そちらだけご了承いただけたらと思います。はい。ですので、いや絶対これ紹介してほしいとか、絶対これちゃんと見てほしいっていうやつは、投稿箱に、ご連絡いただけたら、確実に見ますので、ぜひぜひ概要欄から投稿箱のリンクも、チェックしてみてください。では先にですね、オフィシャル LINE に来ているものと、YouTube コメントに来ているものをご紹介していきたいと思います。ではまずオフィシャル LINE に来てたやつですね。オフィシャル LINE とかに来てるやつは、お名前とかを伏せさせていただきますのでご了承ください。ではまず、あれですね、はい、一つ目ですね、白龍拝見しました。変則的な動きも自然で綺麗な白龍でしたというね。はい、まあ、白龍ね、毎日のように練習してます。はい。ですので、やっぱあそこがね、今回一番の、まあ、リフトも結構頑張ってはいるんですけど、やっぱり個人的にね、やっぱあそこをほぼほぼソロでやってるので、うん、あそこはね、結構いろんな前回のね、同じ役割をされてた、まあ、藤岡良樹さんって方とかにご相談したりとか、うん、いろんな人にね、意見をもらいながら、もうちょっとこうした方がいいんじゃないかっていうのをね、相談しながら、練習してきたところなので、こういった感想をいただけると非常に嬉しいかなと思います。はい。続いてのお便りはこちらですね。素晴らしかったです。花とかも石を持ったかのように動いていて、線や白そっちのけで見てましたというね。ありがとうございますね。この花っていうのはね、何かっていうと豚小屋ってね、 あんまり太っちゃダメだよって食べられちゃうからねっていうシーンでね、こう花としてね、こう豚小屋を運び出してくるんですけど、まあ、そこもね、ちょっと私は花である、花の呼吸ですね。花の呼吸一の方揺れるみたいなね。はい、そういう気持ちでやってました。はい。で、湯婆婆かなに、はしごで行く、はしごが、そうですね、はしごをアンサンブルさんが、下で動かすことで、はしごさええー、生きているかのように思えました。コメントと、ちなみにラストの白の竜で首のところで、線も肩車されてましたかってことで、そうですね。最後に、こう、千尋がね、白にまたがって、こう、優雅にね、空を飛んでて、白、思い出したのみたいなね。あなたの名前は、にぎはやみ、琥珀の死っていうところなんですけど、そこの肩車も基本的に私がやってますね。はい。装置でいくらでもできるとは思われる中の人による動きは、温かみと命が一つ一つに宿ってる感じがしました。素晴らしい舞台をありがとうございました。ね。はい。で、もう一件ですね。はい。人ってすごいなと思った作品でした。不思議な作品ですね。ストレートプレイとは違いますが、かといってミュージカルでもない。ですが、ミュージカルで知ってるアンサンブルさんたちで見て納得。確かにこれは歌って踊れないとダメな作品。ということですね。で、質問ですね。そう、これね、結構やっぱりストレートプレイではあるんですけど、要所要所にこう歌だったりとか踊りが入ることで、やっぱりこうアクセントになってね、うん、こう非常に、まあ、見てて面白いっていうか、まあ、ストレートプレイなんだけどワンアクセント入ってくると、なんかこうそれで良きかな、テイストチェンジが一瞬挟まって、なんかこうより感動が増幅させられる、うん、って感じがありましたよね。で、質問ですね。大山さんの春日さんは1列にしたとき3番目、1列にしたとき、あれですかね、一番最初にこう出てきて、のとこは3番目ですね。すごいですね。あの1列でこうね、透けちゃうってね、千尋が透けちゃうって、体が透けてるって言ってるとこの、ね、1列で3番目ってよくわかりましたね、これ。結構歩くわけでもなく滑っているかのような不思議な歩き方でガン見してしまいましたね。うん、あそこね、結構身長でバレないように結構ね、周りの人に合わせて、ね、結構私しゃがんでるんですけど、よくそれで気づきました、ね。しかもあんだけさささささってね、顔めっちゃ隠してるね。ありがとうございます。気づいていただき。はい。めいめい様、プログラムに書いてる役目わからないってね。最初、おしら様のことかと思いましたが、誓った。しかもめいめい様、西村さんも、そしてのも様や。そうですね。のの様、めめ様、おしら様、大鳥様ってね、いろいろすぎて逆によくわかんないですっていう方いらっしゃると思うんですけど、まあ、めめ様っていうのは、馬ですね。はい。わらのね、馬を、馬さんですね。あれ、私が、馬の頭と、頭にね、わらの傘をかぶってるんですけど、
で後ろに、西村くん、西村、竹ちゃんってみんないるんですけど、まあ、西村さんが入って、2人でね、馬を表現してるっていう感じですね。はい、ですのでぜひ、次回見ることがあれば注目して見てみてください。はい、いや嬉しいですね。すごいこうやって見てくださってね、ご感想いただけるの。はい、そうっていう感じですね。では続いて YouTube コメントに来ている、コメントを見ていきましょう。こちらですね。まず1件目が3月16日の公演、そんなに大変だったんですね、お疲れ様でした。舞台を拝見する限りでは体調不良を微塵も感じさせない素晴らしい舞台だったと思います。残りの公演も頑張ってください。そして白龍と記載がなかったのにいきなり大山さんが白龍で飛び出してきたのはびっくりしました。わら、かっこよかったですってね。ありがとうございます。そう、白龍に関しては、前回お話ししてるんですけど、大きい白龍をやる人たちだけ白龍って書かれてるんですね。うん、あと中ぐらいのサイズと、小さいサイズの白龍は今回は記載はなしっていう形になってますので、ね、いきなり出てきて、ね、あれ大山さんじゃねってなるってやつですね。はい、そしてそのね、体調不良を感じさせないということで、まあね、やっぱり一応私はですね、こう長いことね、一応プロとしてですね、はい、やらせていただいておりますので、ね、舞台袖ではね、チーンってなって、もうみんながですね、大丈夫って言ってくるぐらい、チーンってなっててね、うん、スタッフさんたちからね、いや、ほんとしんどそうですねって言われる。だからもですね、やっぱりステージ上に立ったらですね、それはもう違いますからね。はい、ステージ上に体調悪い人は出てきませんからね。はい、まあ体調悪い役だったらね、そのまま出てて、チーンってしたらね、うわ、あの人ほんと体調悪そうって、ね、なるんですけど、はい。残念ながらですね、千と千尋の神隠しでは、ちょっと体調いい人しか出てこない感じなので、まあ、酔っ払ってるっぽいなーっていう神様とかはいるんですけど、はい。基本元気よくですね、うん、出てくるっていう、キャラクターとかね、役回りをさせていただいておりました。はい。体調不良を感じさせない。ね、体調不良の人はステージ上にいませんからね。はい。そんな感じでさせていただきました。はい。YouTube コメントの方もありがとうございます。では最後に、投稿箱に来た3件のね、投稿を見ていきましょう。まず、今回はですね、嬉しいですよ。はい。なんと、ペンネームね、3件とも3件すべてについて、ね、嬉しいです。はい。ペンネームつけてくれると非常に嬉しいです。はい。では、1件目から見ていきましょう。ペンネーム、そらさんからの、ペンネームそらさんからの投稿ですかな。お手紙です。はい。いつさん、こんにちは。連日の公演お疲れ様です。16日公演大変だったんですね。先日体調不良のためとスイングの方が出演されていた公演がありましたが、キャストの休演、スイングの方が出演されるには基準があるんでしょうか。残りの公演も頑張ってください。楽しみにしています、ということで、はい、こちらのね、回答をさせていただこうと思うんですけど、これはですね、まあ、千と千尋の神隠しに限らず、まあ、多分そうですね、多分劇団四季さんとか、まあこれはもう宝塚さんとかもそうなんじゃないかなってちょっと思うんですけど、まあ宝塚さんとか多分劇団四季さんにはこうスイングっていう制度はないと思うんですけど、まあ代わりのねキャストが出るっていう感じで、同じ枠のキャストが出るっていうこととかあると思うんですけど、お休みする期限っていうのは基本的にないです。うん、まあ例えばですけど、じゃあ交通事故に遭いましたとか、本当に、外傷、うん、大きい怪我をして、いや、もうそれ無理だよねってなったら、こちらから NG が出、制作サイドですね、から NG が出たりとか、例えば感染症に、かかりましたってなったら、もう制作サイドから NG が出るんですけど、まあ、そうですね、こう、個人的なやつ個人的なって言うとね、あれですけど、その、例えば、頭痛がひどいとか、お腹が痛いとか、吐き気がするとか、うん、そういったのって、例えばですよ、うん、私の体調が悪いっていうのと、他の人の体調が悪いの、感じ方、度合いが違うじゃないですか。ただ、お腹が痛いにしても、そんなに痛くないけど、ちょっとお腹が痛いんだよねっていう人もいれば、本当に、もう激痛っていうレベルにならないと お腹が痛いんですって言わない人っているじゃないですか。なのでそこの調子に関してはもう人それぞれです。その人に判断が委ねられる。その代わり、その人がどうしてもこの体調だと、出演で、ちゃんとしたパフォーマンス、お客様に楽しんでもらえるとか、ちゃんとその、公演に支障が出ないレベルで
できると俳優が判断した場合は出演もするし、これには、作品のクオリティに影響を与える、うん、っていう風に俳優が判断した場合はすいませんがちょっとお休みさせていただけないでしょうかっていうのを、その制作サイトに相談するっていうのが、うん、まあ舞台業界だと一般的なのかなって思います、個人的には。はい、なので、はいって感じですなのでここはですね、もう人それぞれです。はい、怪我、大きい怪我だと制作 NG、 個人の体調 NG の場合はもう自身の、裁量に任されているということですね。うん、まあ比較的にね、すごく良くなってきてるんじゃないかなと思うんですけどね。うん、スイングさんがいるからやっぱりこう本当に体調悪くても出演しなきゃいけないみたいなことがないわけじゃないですか。で、まあその舞台を見に来るお客さんにとってはその1回限りだったりとかすると、そこで例えばその体調本当悪くてもうどうしようもない、もう舞台上のパフォーマンスもフラフラで、あの人大丈夫みたいな、あの人絶対体調悪いよねみたいな人が、出演してるのを見たら、やっぱりこう舞台への印象、その1回限りのね、もしかしたらその人にとってはそれが最初で最後かもしれない舞台があんまりいい印象で楽しめなかったりとかするじゃないですか。それぐらいだったら休んでもらって、スイングの方に出ていただいて、ね、その1回の舞台を、なんだろう、こう何も気にせず心ゆくまで楽しんでもらえたらいいかなと思うんで、個人的にはね、本当に体調悪いんだったらぜひ積極的にね、もうスイングさんっていうのはそのためにいるわけですから、はい、そこのねスイングさんをうまく活用するっていう言い方もあんまり良くないかもしれないですけどね、スイングさんに助けてもらいながら、より、その時その時とする、ベストまたはベターな、公演を届けたらいいのではないかなと思ってるってところですね、個人的に。はい、では続いての、質問です、ペンネームナタデココさんからのご質問です。劇団四季では開演前や終演後に俳優さんとクロークさんが会うことってあるんですか？四季では俳優とスタッフは遭遇できないように工夫されてると聞いたのですが、ということなんですが、これは、まあ、お答えすると、確かにクロークさんと会った記憶はないなーってところですまあ個人的には、あ、そうなんですねって、劇団四季さんってそういうなんかクロークさんと俳優時代が合わないような仕組みにしてるんですね、へーって感じだったんですけど、まあ確かに言われてみれたら会うことはないかなーみたいな。うん、まあそうですね、まあ例えば、まあどうだろう、うん、会うことはなかった気がします。まあ、本当にその開演前ギリギリまでロビーでアップしたいとか、ちょっと公演の調整したいみたいな俳優、まあ、ことがあったんですけど、私もそういう時はたまに、あ、どうもおはようございますとか、よろしくお願いしますみたいな軽く挨拶はしたことがあるんですけど、基本的に、会うことはなかったですね。うん、町沢館とかもロビー行ったりとかしても会わなかったと思います。まあロビーそもそも行かなかったかな、町沢館。うん、って感じで、まあ確かにそういう、仕組みにはなってるんじゃないかなと思います。はい、詳しくは、ぜひ劇団四季さんにお問い合わせくださいあまりね、その劇団四季さんのね、中のことね、自分の、ね、こっちの勝手なね、個人的、意見ね、ベラベラ言うのもね、あまりちょっと違うかなと思いますので、まあ私はそういう記憶だったということだけお伝えします。あんまり会った記憶はないかなってところですね。うん、はい、では最後の、質問に行ってみましょう。続いては、ペンネームミュールさんからの、ご質問です。ご質問ご投稿かな。はい、先日千と千尋を初めて見に行きました。まさか体調不良だったなんて全く気づきませんでした。白竜が飛んでいくシーンは本当に白が空を泳いでいるように見え迫力がありました。あと、いつもラジオでは顔しか見えないので思ったより磯さんの背が高くて驚きました。質問があるのですが、よく休演日にオーディションを受けていると言ってましたが、いくつか掛け持ちで振り付けなどを覚えて混乱しませんか、ということなんですけど、はい、まずですね、身長問題ね。はい、あと白がね、空を泳いでるように見え迫力がありました。これ嬉しいですね。はい、こういうお褒めコメントを大量にお待ちしてます
はい、褒められて伸びるタイプですね。皆さんもそうですよね。ちょっと否定されるぐらいだったら褒められた方が嬉しいですね。褒められたらもっと頑張ろうってなりますもんね、皆さんも。はい。ですので私も同じです。皆さんと私は同じです。ですので皆さんからの褒めコメントお待ちしてます。はい、そしてね、ね、磯さんの背が高くて驚きましたってね。私一応175センチありますので、はい。今ね、この多分3、40センチ分ぐらいしか見えてないね。はい。で、意外とね、まあ、姿勢をね、常に意識してるっていうか、まあ、背筋をね、できるだけ綺麗にしてるつもりなので、まあ、よくね、178センチとかね、あとはまあ、靴でね、ちょっと深み、厚みが増して180センチぐらいにね、見られることとかもあるんですけどね。はい。まあ、そんな感じです。で、休演日にオーディションを受けていると言ってましたが、いくつか掛け持ちで振り付けなどを覚えて混乱しませんかということに関しては、まあ、混乱はしないですかね。大体そのオーディション終わったらすぐそのオーディションの振り付けとかも忘れちゃうんで、で、オーディションで行ってそこで振り付け覚えて1時間あるかないかぐらいかな。まあ、早い時は40分ぐらいで、その、まあ、数十秒分を覚えて審査っていう形なので、そんなに、混乱することないですね。で、作品でやる、なんだろう、振り付けっていうのは、まあ、またそれはそれで違ってくるんで、振り付け、やっぱりね、一応ダンサーとしてね、いろいろ活動させていただいておりますので、はい。混乱することはないですね。はい。ただ、混乱するとしたら、同じ作品、例えば、それもないかな。振り付けが混乱することはないですね。なんか似た曲だったとしても、この曲のこの曲はこういう動きとか、頭で覚えるっていうよりかは、感覚で覚えるっていうか、この曲は、そういえばこういう振り付けだったなとか、その曲とリンクさせて覚えていくんで、曲が違えば、その振り付けが出てくることはないってことですね。はい。なので、同じ曲で、例えば、一回振り付けを終えました、みたいな。ね。じゃあ、例えば、なんだろうな。ファイターズハイみたいなね。よくわかんないから、ちょっとやめよう。ちょっとやめよう。まあ、歌 A っていうのがあって、歌 A で、じゃあ、振り付け A をしました、みたいな。ただ、一週間後とかに、あ、やっぱこの歌 A の振り付けを、ちょっと、マイナーチェンジして、振り A、振り B に変えますとかなると、前回の振り A が入っちゃってるから、ちょっとちょいちょい間違えますとかはありますね。なので、基本的に曲が違えば振り付けがごっちゃになることはそんなにないかなってところです。はい。ということで、以上ですね。今回大量にね、感想と、コメントをいただきましたので、だいぶ長くなってしまったのですが、以上で、今回、感想を回答投稿を終了させていただきたいと思います。まだまだね、公演続いていきますので、公演見たよっていう方はね、ぜひ、その他にも気になることだったりとか、何かご質問等があればですね、ぜひ、投稿箱から、コメントお待ちしてます。はい。では続いていきましょう。気まぐれトークですね。レッツゴー気まぐれトーク。さあ、ということで、気まぐれトークやってきました。何を話そうかなと思ったんですけど、そうですね。何話しますか。まあ、最近何したか、ね、最近何しましたかっていうところでお話しすると、今日はですね、いろいろと落ち着いたので、私のね、姉かな？姉だ。あ、そう、姉が、保育士のね、短期大学卒業しましたって話だったりとか、何ヶ月前かな？多分数ヶ月前だと思います。1年前とかではないと思うんですけど、私のね、兄の、子供がね、3番目が生まれたとかね。で、これは、まあ、風の噂ね。兄弟間なのに風の噂とかってあるんですかってね、突っ込みたい方あると思うんですけど、2番目の兄が、確か結婚前提に付き合う人ができたとかいう話を聞いたような聞いてないような兄弟間の話なのに なんでそんな聞いたか聞いてないかって、そんなことある？ね、逆に誰に聞いたんですかそれってね、
誰かなみたいな、多分兄弟の話は兄弟としかしないから兄弟から聞いてると思うんだけど、でもそれって誰だったっけみたいな、いやそもそもそんな話したっけみたいなねっていうのがあったりとか、まあ弟はねちょっと何してるかよくわかんないですけど、まあそんなこんなでね、いろいろありましたので、でまあ親もね、島で農業頑張ってるっつってね、新しくいろいろ島の農業を盛り上げるために頑張ってるっていう話をね聞きましたので、まあせっかくね今回私こう千と千尋の神隠しね全国ツアー始まって、まあそれのねお祝いを兼ねてね、兄弟とか、父親の方にね、贈り物をしようっつってね帝国劇場終わってちょっと一段落したので、ね、お肉とお魚の、贈り物をしようっつってね、まあ姉の家にはね、魚と、お肉ですね、焼肉と、いい感じの、お刺身をギフトで送り、兄のところにね、子供が3人もいるって言うんでね、お肉と、ね、多分兄はねお酒とかも多分飲むと思うんで、串物、で、2番目の兄ですね、最近多分結婚前提にお付き合いし始めたかもしれない兄には多分ね兄、その2番目の兄ね結構食事とか適当なんでね、うなぎのかば焼き送っときましたスタミナつけなっつってね、絶対体調管理ちゃんとしないだろうから、うなぎのかば焼き食ってね元気だしなっつってで父親の方は、父親もあんまり多分ね、もう年もいってるんで、そんなにたくさんガツガツは食べないと思うんで、まあ、そこのね、地元の人と多分飲んだりとかすることはあるかなと思ったんで、串焼きと、うなぎのかば焼きですね。父親もね、元気でまだまだ頑張ってほしいです。はい。で、弟にはですね、弟は多分そういう料理とかそういうことを全然しないし、結構ね、雑な生活を送ってると思ったんで、海鮮丼、ね、食べ比べ海鮮丼をね、2人前送ってきました。はい。1セット4つ入ってるので、まあ8食分ですね。はい。はい。それをね、今日、結構ね、いいお値段しました。ね、お肉もね、そこそこ、鹿児島県産黒毛和牛のね、焼肉セットってね、鹿児島 JA かな、鹿児島農協の、やってるね、公式ホームページからね、いろいろ選んで買ってね、郵送で送りました。はい。まあそういうふうにね、なんか最近はね、自分以外の、なんかね、ゆかりのある人にね、お金を使うっていうのがね、個人的にはね、いいお金の使い方だなって、ね、思いながらね、やってる次第でございます。あとはなんだろうな。まあそんなもんですかね。あとは、そう、あとね、最近携帯ゲームでね、カフェを営業するっていうね、携帯ゲームがあって、それがね、結構ハマってます。珍しく、昨日かな？夜の11時ぐらいにやり始めて、朝の4時ぐらいまで、ね、ずっとやってました。なんかこう、隙間時間をちょこっと潰せる、サクッとできる、ゲームアプリ1個だけ入れとこうって思ってね。なんかそのカフェ営業とか面白そうやん、みたいなね。無課金でできるし、みたいなね。で、入れたら、結構なんか面白くて、ずっとやり込んじゃうってね。で、結構その、なんだろう、価格帯、その、カフェ営業が結構しっかりがっちりしてて、例えばなんかその、エスプレッソマシーンとか、内装費とかも、結構細かく、多分リアルのその金額を参考にしてるんだろうな、みたいな感じで、なんか、リアルの、その、なんだろう、こう金融とか経済とかビジネスの勉強っていうかをゲーム感覚で勉強できるみたいなね。それがこう大きくなっていくと損益計算書とか、キャッシュフローとか急になんかこう舞台とかと離れたちょっとね気な臭いお話するのやめてっていう、ね、方とかいると思うんですけど、はい、だったりとか、あとその株式投資だったりとか、その、なんだ球団運営とか、なんだあれオークションとか、なんかいろんなね拡張パックとかもあって、あ普通に面白いんだけどみたいなね。で、例えばそのなんだろう、従業員の、育成だったりとか、
あとはなんだろう、その広告宣伝費とか、うん、なんかそういうのね、めちゃくちゃあって、え、これめっちゃ面白いんだけどみたいな、ね、すげえやり込み要素あるやんみたいなね。うん、で難易度も、優しい、普通難しいとかってあったりとか、最初の資本金いくらから始めますかみたいなのがあって、え、これめっちゃやり込み要素あるやんと思って、うん、で、その経営責任者ね、 CFO とかね、 CEO とか COO とか、なんかそういういろんなのがあるんですけど、まあ、そういった人たちも、なんか雇えたりとか、人事部とかね、商品開発部とか宣伝部とか経理部とかっていうのがあったりとか、え、めっちゃ面白いんだけどみたいなね。それのためにオフィスを借りなきゃいけない、フロアを借りなきゃいけないとか、うん、で、その例えばカフェショップ開いたら、そこのオーナー、店長を、こう決めなきゃいけないんですけど、じゃあ店長も、そのなんだろう、まあ、4つぐらいステータスがあって、倫理観がある人なのかとかね、人材育成できる人なのかとか、広告宣伝能力とかね、うん、商品開発能力とかって、結構面白いみたいなね、やり込み要素めっちゃあるって思って、そう、それをね、これからね、少しずつ、隙間時間とかにね、うん、本当にこう、5分とかね、ちらっと空いた時にパパってやってね、少しずつなんかこう、やり込んでいこうかなって思ってるってところですね。ぜひ皆様、なんか、興味があったらやってみてください。はい。なんか、その辺のなんかこう、育成シミュレーションゲームより断然面白いと思います。はい。なんかその、価格とか、その金額とかが、結構その、なんだろう、純利益とか、うん、そういったところまで出てくるんで、結構ね、リアルの感覚磨くのにすごくいいんじゃないかなって思ってます。そう。で、その、すごい、何十年ってできるんですよ。何十年分っていうのがあるんで、やっぱこう、あ、なんだろう、こう、何かをやっていくときに、長期で見ることって大切な、みたいな。その、年間だと、すごい、いきなりね、こう、売り上げが下がる年とかもあるんですよ。でも、翌年からまたこう、右肩上がりで成長していくとか。うん。だから、こう、ちゃんと、なんだろう、会社をね、運営していくためには、内部留保、その資産も、それなりにちゃんと蓄えた状態で、つどつどこう、なんだろう、進めていかなきゃいけないんだな、みたいな。うん。ね、会社の資本金をね、あるだけ使って、今できることを全部やるんや、って言ってね、こう、手広くやっていくと、すぐ底をついて、破産っていうね。それでゲームオーバー、ティラリラリーってね。うん。私の昨日やったデータは、破産になって、一回終了しました。はい。なので、ね、また、もう、次こそは、ね、世界を取ろうと思ってね。はい。カフェで世界を取るんやっていうのがね、私の目標です。皆さんもやってみませんか？ね、カフェ経営で世界を取るんです。スターバックスに俺は勝つっつって。ぜひ興味ある方はやってみてください。はい。あとは何かな？まあこれからね、名古屋に行きますので、はい。名古屋に行くまでの間にね、いろいろやれることをやってね、少しでも、より良い舞台が皆さんに届けられるように引き続き頑張っていこうと思ってます。はい。まあ、こんな感じで今日は終わりにしていきます。はい。引き続きですね、名古屋、大阪、名古屋、博多、そして大阪、札幌とね、まだまだ公演続いていきますね。ぜひぜひ皆様応援よろしくお願いします。そして、もしですね、また見たいって言うとね、ここ見に行けるってなったらですね、ぜひぜひ、概要欄より、チケットの申し込みをお待ちしてます。はい。ね、地方に行ってもですね、ラジオは更新しますし、まあ、できればね、なんか Vlog 的なのをね、撮影してアップしていこうと思ってますので、これからね、2ヶ月間、3ヶ月間、うん、の、アップロードもお楽しみ。では、またお会いしましょう。またねー。